ガーデニア、シュガーゼロが待ち構えています。おっと、入った。早速、エンカウント。おお、抜いた。ここはスモーク越し。ファーストブラッドは、瀬戸内エンライフ。大きいですよ。そのまま A サイト中へ進行。サイト中は、完全に掌握しました。こっからあのリテック来ますからね。そうですね、ここからがノーセプションの気をつけなければならないところ。ソルドマが先頭。いや、対策してる。そのまま入っていってる。ただ、天のショックボルトでヤニが落ちています。ラフターストの藤山。ここはソルドムのカバーが入る。ヘブ二人裏取ってますからね。会場に入ってるぞ。ただ裏からはニベール挟み込んでいる。ここはフレンジーの弾。ここからリコンボルト入れて一気にエントリー。抜こしが、ここは抜いていきます、アステル。じゃあ残った二人にもダメージ入ってますね。ボートハウスでは天。武器はバンダル。そこには人数をかけていく瀬戸内エンライフ。ただノーセプションも早いリテイクだ。ここの、ナイトバックはどうだ、さすがに難しい。いや、早いリテイクが。残った闇、ここはもう逃げ場がありませんでした。よっそも上がりましたね。ここで準備完了。瀬戸内ナイフ、一気に来るぞ。ただ、ソルダムを崩せるか。ここはワンピクトという後ろへ下がる。前に出てる。ウジアムが前に出る。ソルダムを落とした。これは大きいですよ。そのままスパイクの設置は完了。ラフターしたら藤山耐えられるか。ただ、ここはメインのカバーが入ります。ショートでは白蛇。いや、白蛇いい動きしますね、これ。アストラルフォームからスターを設置。警戒だ。そしてガンホイはナノスワームを設置。ネビラの中にはアランボット。シュガーゼロが白蛇落として、アストラルはショートに対してのプレッシャー。ここはゲートを閉める。ただ、手前車線から撃ち抜いていく。残り1名。これで 1v1。HP が少ないぞ、闇。いや、ショックボルトがある。解除に入る。ハーフは通した。どうだこの駆け引きは。ノーセプション、アステル 1v1 の駆け引き。B側サイファーいますからね。アキブカーブボール、バンバンショット、強い。これも抜いた、ダブルキル。これは大きい。しかし天も抜いている。オーディンだ、どっしりと構える B サイト。その弾幕でプレッシャーを耐える。天が時間を稼ぐ。ノーセプションのキルログが並びます。3位に B サイトへと歩みを進めていました。スパイク設置。いや、リテイク早いぞこれ。白蛇 B メイン。ただこのソルダムのブレイドストームは気をつけなきゃいけない。ただここはガンフェイを捉える。ライトバックも返します。白蛇 B メイン抑える。アスロ落とした。いや、これ白蛇のいい動きが。メインも切る、しかも強い。ダブルキル。残ったのはシュガーゼロ 1v4。 ラストはディフェンダーサイド。いや、強いな。白蛇一人で整理。ただそこにはアステルが待ち構えている。まずは後頭部打ち抜く。ノバパルスも入って、ただアステルは崩せない。モータウラ、ガンホイはカバーに入ります。いや、十分すぎる時間稼ぎです。メイが降りたのを確認しているガンホイ。動きづらい。うまいショット。 1v3 あるぞ。 1v2。いや、弾だ。ただ上から点。 HP は70、削られています。設置は通しました。いや、ノーセプション対策した。これアキムがまずはワンカット。ただメインも1名落としています。ソルダムが入って点も続いています。ジュローにいていく。点がラフターした落とすがガンホイのカバー。しかしソルダムも間に合っています。ワンオンスリー、まずは1人。そのまま2人、ワンオンワン。ただ背後を捉えているシュガーゼロ。ラストは立ち回りでカバーに入っている。横を捉えた。いや、シェリフが。ただソルダムがサイト中、そしてマーケットからメイが出てくる。白蛇も逃げ切れない。ワンオンスリー。闇やボートハウス入り込んだはいいものの、ここからはさばくことはできません。なるほど、ここソルダムの位置が鍵となりそうだ。いや、これ来るぞ。どのタイミングだ。ここだ、横からだ。ワンツー。ただここは白蛇なんとか対応する。しかし致命的なダメージを与えました。アステルはラフターした。まだ隠れています。 3on3 なので瀬戸内エンライフありますよ。3対3、スパイクの設置が通りました。アキムがカーブボール2投入れて A メインキープ。そしてなるほど、ショートに2名ですか。ノーセプション、ゆっくりと A サイト中取り返しに入ります。
ここはまず、グラビティール、アキムが1枚落とすが、シュガーゼロ、ショートに対して圧力をかけていく。1人落とした。ワンワン。またしてもワンワン残ったのはアステル。テルイの、スモーク越し。いや、HP がなかったですね。HP15 が本番です。まず、コズミックディバイドを切ったのは、こちら、ノーセプション。いや、これ、サイト中が分断されてしまって、サイト中固めますね、戦闘チェーンナイフ。前に出る戦闘チェーンナイフ。ここはメイが崩す。ぶつかっている壁越し。まずは返したが、ソルダムのカバー。そして、ニューラルセフト。そして、シュガーゼルがすでに解除に入っています。ショックボルトのプレッシャー。そして、ソルダムのスモーク越しの打ち抜き。ノーセ。ただ、ノーセプション、今回 B サイト3名体制。今回はマーケット向け今まで見せていない動きだが、レベラの中ではシュガーゼロが待ち構えている。二人さばいて、ノーセプションの壁は崩れない。カーボールも入ってましたからね。壁越し、なんと攻守交代前最終ラウンドパーフェクト。というのは防衛だけではありません。この攻撃でもスピード感、ショックボルトいいダメージ入ってますよ。ソルダもかなり削れている。A サイト中、ここからスパイクを守るのがノーセプション。A サイト取り返しに行くのが瀬戸内チェンライフ。タイミング合わせていくか。まずはシュガーゼロが2人3人目。ラフターウェイプレッシャーかけていくが HP 少ないぞ。メイが落としてそのままダブルキル。このラウンドシュガーゼロとメイ。瀬戸内チェンライフ。この三角を刺さった。まずは白蛇。しかしソルダムが抜いている。シュガーゼロ入っていく。振り向き。ただ闇が返している。サイト中耐えられるか。ガンホイ、うまい。ここは、ノーセプション。ラストはアステル。いやー、今のラウンド。スパイクを設置。ここから5-on-5でリテイクとなります。セットチェンライフ。ここでコズミックディバイドを切ったのはノーセプション。いや、これヘブンから降りれなくなるんですよね、このコズミックディバイド。まずはガンホイ、ソルダムを落としています。白蛇がメインモーターに下を設置。サイト中、テンがダブルキル、トリプルキル。2-on-2。アスルが1枚落として1-on-2。ラストは、ラフター下に残っていったタンです。いや、瀬戸内チェンライフも目を通しています。タルトが反応。上から落として打ち下ろす形だが、アーステル。そして天も続いている。いや、細かいところがうまい。フォーブイツ。ラフターに対してはリコンボルトが入っている闇の位置がバレてしまいました。そしてメイがブレイズ。スパイク設置。難しいシチュエーションだぞ。抜いた抜いた抜きますか、ここ。そしてラストはソル。設置は通りました。ソルダムかなりダメージを受けている。そして落とされてしまいました。天は下がりきれるか。ノーセプション残り4名。シュガーゼロが立ち回ってますね。ここでバリオーブ。ただメイが前に行く。いや、ガチ解除だ。守っている。ガチ解除間に合わない。ノーセプションの殲滅力が上回りました。まだパワー取っています。今回は早いぞ。ソルダムがすでにサイト中入っている。やりやが。まずはラフターウェイ。メインも続いている。このダブルエースノーセプション、 A サイト中をこじ開けました。いや、これはセーブの判断になりますね。いや、早い段階でキープの判断を取りました。瀬戸内ナイフ、これ今のところノーセプションの A セットともダメージを与えている。天が前に行く。プレッシャーを与える。1人落として、そのまま2人目。続けるまで、止められるまでずっとやり続ける。エースタックですよ。いや、しかしメイが見ている。アステルもカバーに入って、ただ上はガンホイ。スパイク落ちた。しかしこのカバーの厚さ、いや、スパイク落ちても止まんない。キル交換、ノーセプションが制して4-0だろうっていうところでの動きですよね。ただ今回はオペレーター、藤山のワンピック。しかしリザレクション4ラウンド目ですよ。ただワンモアチャンス、藤山許しません。そして秋も続いてる。止めてますよ。ノーセプションを止めている。これ以上は好きにはさせない。瀬戸内ライフ。しかしアステルが1枚落として前に上がる。エルボー落として、ただ闇のカバーが入る。これで 1v3、 残ったのは10。
さすがにエースタックを正面から切り崩すのは無謀に近いですからね。今回バイラウンド、その壁の高さに拍車がかかります。そしてドントピーク、ラストは闇立ち回っています。ここで若干の味変だが、しかし藤山のオペレーター、いやかなりいい動きしてますね藤山。ラフターウェイからこれ以上は通させません。そしてスパイクも落ちている。ラフターウェイ、いやベルトウェイですね、ベルトウェイでスパイクが落ちている。このオペレーターの射線対応策、ここはスパイクを拾うことはできました。ノーセプション、しっかり残り3名、サイトに入っていたソルダンもアキムが対応しましたね。これで 5-on-3 瀬戸内チェンライフ人数有利を作りました。ノーセプション、ここでチューブ抜け、闇耐えきれるか。ここは1ミリ、いやただ、ガンホイをカバー、ダブルキル、いやこのダブルキル大きいですね。これで 1v3 残ったのはメイ。こうなるとあとは瀬戸内エンライフしっかりと人数をかけてアビリティも来て、なんならリザレクションも使いたい。ここでリザレクション、闇を蘇生します。ただここはチューブに対して、キッチンに対してのアプローチ、ただメインのリーヤで後ろへ下がります。ガンホイはビーグリーン上がってきている。まずはワンピック、まだ行く、2人目、大きなダメージ与えていますよ。ただ後続のソルダム突っ込んできた、まだ行く。ただ藤山のオペレーター、先ほどから瀬戸内エンライフ、この藤山取れていないのは瀬戸内エンライフも同じなので、どうしてもリテイクの際は時間をかけなければいけないですね。ここはバリオーブ落ち着いてハンター推理を待ちます。多分闇がメインを落としている。あと10秒、スパイクを設置、設置に対して打っていたハンターズフィリーが当たってしまいましたね。 2-on-3 人数フリはノーセプション、耐えられるか。まずは1人 2-on-2、 ただ白蛇がキングイを落とした。ラストも白蛇ダブルキル、いいですね。この試合通して白蛇の打ち合いというのは非常に安定していますね。いやー本当に本日調子が上がっていますね。上がりましたからね、はい。アキム、ここはよく見る位置、面白い。なるほど、ただのバリアオブじゃないぞ。ノーセプションの各ソルダも落としています。これは狙ってましたね。いやーこれにはキッサもにっこりですね。ここで早めのハンターツーリー、いや藤山のオペレーター本当にいい。このオーバーステルがソルダムを起こしています。ただ映画はバイパーズピットあるんですよ。このバイパーズピットを攻略しなければならない。そして待ち構えてるのは白蛇、まずはキングでさばいた。ベルトウェイも警戒、抜いた。ソルダムが抜きました。ただシュガーゼロ大きなダメージを受けている。ダイエンサイト、アキムも入ってますからね。ただここで瀬戸チェンライフのロックダウン、いやいいロックダウンですね。ノーセプションにこれ以上好きにはさせない。瀬戸チェンライフ対応策を見せています。 1v4 この人数差であればソルダムもかなり難しいシチュエーションであります。残り時間も15秒ですからね。残り時間15秒、設置も難しい時間、あと10秒。ここはキープの判断ですね。裏からも来てますからね。いや瀬戸チェンライフ流れ取れ、大きく動いていく。ただこれ残り時間20秒なので相当早く行かなきゃいけない。ここから焦らずに前に行くことができるか。アキムがまずエルボーを抑える。しかし焦るのカバー、時間ないぞ。バリアオブ、ソルダムが白蛇をカットして、ここは設置は通せるか。天が藤山を抑えている。間に合いましたね。ワンオンスリー、残りはガンホイ 1v2。 まずはバリオーブを破壊、リロードタイミング抜けてきている。よろこしたが間髪入れない。キングイラからのカバー、シュガーゼロ、いやー惜しい、いいピックだったんですけどね。藤山ここは前に出る、勝負に出る。しかしここは間に合わない。そしてソルダムが前に出る、スモーク押し、怖い打ち込みだ。ソルダムはそのまま前をキープ。ただシュガーゼロアステルと瀬戸チェンライフを落としています。いやしかもバイパースピット、ここでシュガーゼロのバイパースピット 4v2。
人数フリは瀬戸内ナイフ。残り1名。入ってきたところにはフリックショット。残ったのは白蛇 1v4。 このシチュエーション瀬戸内ナイフ。ただ白蛇が前に出ている。ここはワンピック取った。いや、こういうのが欲しかったんです。いや、ここはやはり白蛇フィジカルの強さが出ている。しかし A サイト中ではメイソルダムが暴れる。いや、ガンホイ打ち抜いたヘッドショット。 3on3 人数イーブンだ。ただスパイクの設置がされている。どう攻略する。瀬戸チェンライフ。いや、メイもエイナの強み生かしに来てますね。エンプレスを起動しているメイ。今回なんとエルボー設置。まずは右正面も抑えている。アステルのカバーも入っています。 1v2 ラストはアステルダブルキル。これで7ありました。ただかなり HP を削っています。いや、シガーゼロがかき乱していますね。 B サイト側 B グリーン、オペレーターの位置も分かりました。こうなるとだんだんと情報が集まってきてしまっていますね。 B 側を警戒しなければいけないのは瀬戸内ライフですから。はい、ここから B サイト怖いなと。瀬戸内ライフ少しずつ B 側への動き見せていますが、本命は A サイト。いや、しかしヤーミーのショックボルト。ただソルダムがここで動く。背後をつくのはこの男でしょうか。これはサイトのリテイク用の離婚ですね。なるほど。ただ中央取ってるのは大きいですよ。政治がやるとはいえ、こういった中央取る動き大事ですよね。こうなるとリテイクが急に難しくなります。ノーセプション。メイのこのキッチンでの攻防位置は分かっている。フレンジーで落としきってデバウアで回復。 130HP。まず人数よりを作りました。ノーセプション。そしてセンターから取り返しに行く。中央から挟み込んでますね。天が白蛇落としている。保険数はメイが一旦解除フェイク。そしてシュガーゼロのフリックショット落とし切りました。ノーセプションをついて瀬戸内ナイフ A サイトを人数をかけて上がっていきますが、アステルが待ち構える。メイはサイト裏。ただソルダムがサイトがダブルキル取っている。残りは1名。くるくる舞い回るソルダム。いや、もう完璧なヘイト買ってましたね。もう強い。ただそのソルダムはガンホイが抑えた。これは大きい1キルだ。いや、ガンホイ本当に先ほどから細かい打ち合い強いですね。ワンタップ上下のフリックショット。しかしセンターは天が取り返しに行っている。シュガーゼロが前目の守り1枚落としてスネークバイト。そしてメイを続いているヘッドショット。ノーセプションが流れを取り戻したこのラウンド。よりも天が見てる。ワンオンスリー残ったのは闇。静かに時間を使っていくが、どう崩していく。まず1枚落としていきたい。あと30秒。 B メインの足音聞かれて位置はバレてますからね。クラッチプレーなるか。絶対に欲しいラウンド。ここは2人で見ている。壁越しのダメージも受けて HP は少ない。しかしまずはヘッドショット。ワンオンツー。時間は残り12秒。ラストはシュガーゼロ。いや、ワンチャンスを藤山一人でチューブ抜けを試みるものの、そこにはメイが待ち構えています。いや、ここで藤山が落とされるとなると B メインに対しての守りが厚くなってしまいますね。はい、アキムがまずはバリアオーブ。しかしスネークバイト、ポイズンクラウドと設置ができません。メイがダブルキル2人目落としています。そして設置ポジションの上に乗った。このポジションチェンジ気づけるか。設置が難しいですね。上からも見られている。1人落として3人目。ラストはフレンチ。トルダムのカバーも相まってこのラウンドはノーセプション。ラウンドさあ前へ前へと A サイトに行く。ここで来ますか。早いですね。おっと降りちゃった。ここはまだだと。まずは天がワンピック。そしてここでソルダムが行く。ダブルキル。メイのカバーで3人目も落として残ったライキル闇リザレクション。ラストアステル。